こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。本日は正面からお届けしますね。着物を着る時間がすごくかかっちゃうなとか、着物を着る時間をできるだけ短くしたいなというふうに思ったことありませんか？本日は着物を着る時間を短縮するポイント、コツについてお話をしていきたいなと思います。やはり動画のコメントなどでもすごく時間がかかってしまってというようなね、どういうふうにしたら短くなりますかというようなお問い合わせって本当によくいただくんですけれども、技術面という側面と、それから究極のポイントということに分けてお話をしていきますね。まず技術面では大きなポイント2つあります。1つ目が、とにかく手順が体に入るまでしっかり繰り返してお稽古する。特に何も考えなくても手順がこう思い出せるとか、こう自分の中で何も見なくても次これする、あれする、何するっていうのがこう自分の中から生まれてくるようになれば、もう体に入っているということになりますよね。このご自分の中に手順がしっかり入り込む、体に覚え込ませるというのに必要なことは、やはりここばっかりはお稽古の時間を繰り返す、お稽古をかなり繰り返していただくということが必要になってくると思います。やっぱり本とか何か見ながらだったらどうしても時間かかってしまいますよね。時間を短縮させたいのであれば、やはり手順をしっかり自分の中に覚え込ませることが重要だと思います。技術面の大きなポイント2つ目はやり直さないということです。あ、ちょっとここがもうちょっとこうだからちょっとやり直そうかなっていうお気持ちはすごくわかりますけれども、結局やり直しても最初の方が綺麗だったなんてことよくありませんか？なので、もうよっぽど例えば前合わせが逆だったみたいなことを除けば、私はもうやり直さないと決めるということも時間を短縮させる大きなポイントじゃないかなというふうに思います。私もあ、なんかちょっと今日襟がとか、あ、なんか今日ちょっと裾がなんてことは、やはり毎日着物を着ていると、まあたびたびあるんですけれども、あ、今日はこんな日だったなということで、もうやり直さずに着物を着たりすることも多いですね。やり直さないと決めるということも時間を短縮する上では大きなポイントだと思います。さて、続きましては究極のポイントになると思いますが、お話ししていきますね。究極のポイントは一つです。できるだけご自身の体に合ったサイズ感のもの、まあつまりマイサイズの着物を着用するということになります。やはりサイズが合ってない着物を着るっていうのは、基本プラスアルファの技術とか考えたりすることが求められるわけです。だいたい自分の頭の中では基本が入っていたとしても、何か工夫とか何かこうエクストラな部分で必要なものっていうのは、って考えながら着る必要がありますよね。なのでやっぱり時間を短縮させるという意味で言うと、できるだけサイズ感が合ってるものを着るということは、時間を短縮させる上では究極の、もしかしたら一番のポイントかもしれません。帯もやりにくい帯でやるよりかは、やりやすいもので結んでいただいた方が時間短縮に大きくつながっていくと思います。マンツーマンでお稽古させていただいた時に、お稽古だから難しい方でやるというふうにサイズ感が合ってないお着物をね、持ってこられた方もねおられたんですけれども、やっぱりそれだとどうしてもいきなり最初からウルトラシーの技術をお伝えしなくてはいけないので、できるだけ体にのサイズに合ったものをご用意くださいねということでお願いをしておりました。なかなかこう技術面のお話がね、時間短縮するという上ではこうどうしても優先されがちなんですけれども、実は究極のポイントというのは、できるだけ体のサイズに合ったものを着用するということが究極のポイントだと思います。時間を短縮させたいなというふうに思っておられる方、ぜひ今日の動画をお役立ていただければ嬉しいです。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。